我が知見こそアマテラスよ。元就様、ご采配を。元就様、ご采配を。天下創生の御事の理、我が毛利は足利義輝の才華を仰ぐ。その旨、直ちに足利へ使者を立て伝えよ。足利の意向は今なお絶大。天かけよ。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ。剣心、望むところ、雌雄を決するわ。今我が盤上にて潰し合うがいい。うせるがいい、うせるがいい。気合い、気合いじゃ皆の者、あの者に遅れを取るでないぞ。雪室、滝登ること恋のごとく。恋は滝を登り、キツツキとなれる。って、真田の大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは軍心を追い立てる武田の策です。こちらはひとまず陣を取り進めましょうと。分からぬか。貴様は我が道行きの路傍の石に過ぎぬ。それなしに最後身に向かい合う。次なる一兵の布石、しかと打った。魂の声に従え、失することを恐れるな。信じて突き進め。はの心のままに戦いなさい。受けたまわりますれば。また一つ戦果を積み上げられましたか。流れは妖術を用いて好きな場所に転移できるとか。おいやったぞ。この雪村キツツキイノシシがごとく、思うままに駆け雪村。よくも頭を冷やすなんて無理だ。神をも恐れぬ。気を抜くなよ。内村氏は俺たちが何とかするんだ。見えた、上杉が旗、いざ貫かん。うん、さすがじゃ雪村。みんなが熱血だから、俺はサスケ殿のように強行と行くぜ。あれはクラブの前でトラスラも超えた何かだ。
一時の喜びをかみしめろ。その隙をつく。そなたの前に立つ。まるで足軽気分ではないか。言うな。今日の戦もみんな一緒だ。次はこれがしも実だ。踊れ雪村、音は崩れた。なんと、うわあ、この雪村、一生の不覚。申し訳ございません、お役立ち様。よいぞ、ひとまずは下がっておれ雪村。まったく、相変わらず前しか見てないんだから。大将は、ま、知り組も俺様のお仕事になってね。攻めましょう。拙者もお供いたします。あの戦いをもっと近くで見ていたい。勇壮なる魂をどうか上等。私が雷陰に徹すれば見ての通りよ。怪我した奴はさっさと引け。命令だぜ。面目なし。貴様らを葬る手あと数十はある。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。しかしわざわざこんな大一番に乱入するなんてさ、オタクもほんと物好きだね。さて、それじゃあ始めますかね。これ様にしかできない大切なお仕事ってやつをさ。もはや貴様は我ら毛利にとって差したる価値もない。情報の切れ目が縁の切れ目ってか。何をするな。無勢の今こそ劣化のごとく侵略せい。我の法則を見よと。それもよかろう。なかなかの機関じゃ。人は城、人は石垣。神草の思い、乱世の今こそ噛み締めようぞ。貝の赤き虎剣山。わしは見定めねばならん。この狂乱の行く末をの。アマテラス地の光、剣山に宿れ。足利将軍家のお膝元の居心地はどうじゃ。寝首はかけそうか。岐阜系が逆賊め、足利の名のもとに征伐してくれるわ。わしも老いたわ。三照らし尽くせ、アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。